TK は東京都町田市出身のミュージシャン。ロックバンド、リンとして、しぐれのボーカル、ギター担当。本名は北島徹。ソロでの活動時には TK フロムリンとして、しぐれ名義を使用している。4月27日、初のソロ作品、フィルム、A モーメントを完全生産限定でリリース。DVD と自身がスコットランドとアイルランドにて、 取りためた写真を収めたフォトブックを合わせた発売となった。それに合わせ、6月24日から7月10日までの間、東京、原宿ラッキンドにて、同作品で使用されたカメラやギターなどが展示されたギャラリーショップがオープンした。5月1日、初のソロスタジオアルバム、フラワーリングをリリース。 CD のみの通常版とスタジオライブ映像を収めた DVD が付属する初回限定版の2仕様でリリースされた。8月30日、東京、渋谷公会堂で行われたライブイベント、フライライクアンイーグルに出演。ソロとして初となるライブとなった。6月5日に発売されたスマップのシングル、ジョイのカップリング曲、手のひらの世界の作詞作曲を担当。 初となる他のアーティストへの楽曲提供となった。編曲はキュートマンや電気グルーヴで活動していた CMJK が担当した。6月12日に発売されたスパングルコールリリー・ラインのベストアルバムシンス2に,に参加。代表曲ナノをリミックスしたナノ TK カレードスコープリミックスが収録された。翌日13日にはスパングルコールリリー・ラインのメンバーでもある。 笹原生命と映像作家の北山大輔が監督を務めたミュージックビデオが公開された。8月2日から4日にかけて開催されるロックフェスロックインジャパンフェスティバル2013にソロとして初の野外フェス出演。出演は最終日の4日で2番目に大きいステージ、レイクステージの踊りを務める。9月1日にはスペースシャワー、 スイートラブシャワー2013への出演も果たした。9月15日から29日にかけてオンエアされる JRA ザレジェンドスプリンターズ s 編の CM 音楽を制作。初となる CM 音楽への楽曲提供となった。2月21日から3月13日にかけて弾き語りによるツアー TK アコースティックエレクトリックツアー2014キリングユーソフトリー。 が開催された。3月5日にミニアルバム、コントラストがリリースされた。4月30日に発売された、ディル・アングレイのボーカル系による、ソロプロジェクト、スケキヨのファーストアルバム、イモータリスの初回限定版ボーナス CD に、TK による、ゼファーのリミックス音源が収録された。6月12日から21日にかけて、3都市3公演による、初のホールツアー。 t k f r o m ン i n として、シグレツアー2014コントラストが開催された。6月25日に発売された、ナスアサコのシングル曲、見る、色の星のサウンドプロデュースを担当している。7月23日に、新曲、アンラベルがシングルリリースされた。同楽曲は7月から9月まで、東京 MX 他にて放送された石田水原作、アニメ、東京グール。 東京グールのオープニングテーマとして書き下ろされたものである。8月27日にセカンドアルバムファンタスティックマジックがリリースされた。それに伴い10月8日から4都市4公演のライブハウスツアー TK フロムリンとしてシグレツアー2014ファンタスティックカラーコレクションが開催された。7月18日にビルボードライブ東京、7月20日に ビルボードライブ大阪においてワンマンライブを開催した。同公演にはソロ名義の楽曲だけでなく、リンとしてしぐれの楽曲も交えて演奏された。2月4日に自主企画エラーフォーレボリューム1が開催された。ゲストにはザ・ハイタスが招かれた。3月2日にミニアルバムシークレットセンセーションがリリースされた。また、 同日に発売された安藤優子のナインスアルバムいただき物の,の収録曲ラストアイの作曲を担当3月11日にテレビ朝日系列で放送されている音楽番組ミュージックステーションに出演シークレットセンセーションを披露した3月20日から4月16日にかけて5都市5公演のツアー TK フロムリンとして シグレツアー2016シークレットセンセーションが開催された。7月6日に発売されたエメのシングル、インセインドリーム、明日の収録曲、明日の楽曲提供並びにプロデュースを担当。9月12日、新規バスタジオコーストで自主企画、エラーフォーレイボリューム2が開催された。ゲストにはエメが招かれた。9月28日にアルバム、ホワイトノイズをリリース。 それに伴い、11月から、リリースツアー、TK フロムリンとして、シグレツアー2016、シグナル2ノイズを開催された。6月1日、東京、新規バスタジオコースと、2017年6月8日に、大阪、ナンバーハッチで、自主企画イベント、エラーフォーレイボリューム3が開催された。ゲストには、シロップ16グラムが招かれた。 10月7日から10月14日にかけて、東名ンツアー、アコースティック・アレクトラックセッションを開催された。10月25日、大阪、ナンバー8、11月1日に、東京、新木場スタジオコーストで、自主企画イベント、ヘラーフォーレイボリューム4が開催された。ゲストには、アセットマンが招かれた。12月14日、メグロパーシモンホールで、 アコースティックフェイクショーボリューム1が開催された。2月7日、女王蜂主催対番企画、ミツバチナイト4に招かれた。2月9日から4月9日にかけて、TK フロムリンとして、シグレカタルシスツアー2019を開催。4月5、7、9日は、カタルシスツアー2019インアジアとして、アジアで公演が行われた。リンとして、シグレとしての出演は除く。 2012年、2013年、2014年、2015年、2016年、2017年、2018年、2019年。ありがとうございます。